クリップ葛飾北斎、北斎漫画第8編15丁に、肉触りの台で掲載されているゴゼの顔。左列の4人途中列の右上以外の3人、計7人がゴゼ。それ以外は雑踏。猛女、黒川真道編さん、日本風俗図へ第3週に、掲載の一図。大臣の主演に招かれた3名のゴゼが、舞踊を披露する舞踊と気を合わせて、そうや、 三味線をつまびいている。ここでの彼女らは、流行りの髪型と、豪舎な着物で美しく装っている。午前とは、日本の女性の盲人芸能者を意味する、歴史的名称。その名は、盲う午前という継承に由来する。近世までにはほぼ全国的に活躍し、20世紀には、新潟県を中心に、北陸地方などを転々としながら、三味線時には呼吸を引き歌い、 門付け巡業を主として制業とした旅芸人である。女盲目と呼ばれる場合もある。時にやむなく売春を行うこともあった。午前の起源は不詳であるが、室町時代後期に書かれた文明本説要集には、午前午前女盲目と記され、71番職人歌合わせにもその姿が描かれている。近世では、三味線や琴を弾くのが普通となった。 五瀬の演目の一つに、口説きがあり、これは浄瑠璃から影響を受けた語り物音楽であるが、義打融雪よりも、歌謡風になっている。江戸時代の五瀬は、越後国高田や長岡、駿河国駿府では屋敷を与えられ、一箇所に集まって生活しているケースがあり、これを五瀬屋敷と称した。全国組織はなく、師匠となる五瀬のもとに、弟子入りして、 音曲や技法を伝授されるという形態をとった。親方となる学人は、弟子と企業を共にして組を作り、数組により座を組織した。説教説の、小栗方眼や、口説きなどを数人で、角付け演奏することが多く、娯楽の少ない当時の農村部にあっては、五瀬の巡業は少なからず歓迎された。また、江戸時代中期、後期の瀬戸内地方にいた五瀬の多くは、広島藩。 長州藩あるいは四国地方の多くの藩から視覚障害者のための淵を受けたと言われる。ゴゼシンギングインクリサンセマムガーデンゴゼの手際式写真。アメリカの雑誌ナショナルジオグラフィック1912年4月号に掲載された一枚である。元の写真は写真家エリザシドモアが寄稿したもので、おそらくは同年に撮影されている。越後には 長岡御瀬と高田御瀬の二杯が大きくその組織を形成していた。また、山梨県には甲府の横金所町、飯田新町の総数200人を超える大きな組も存在した。長野県では飯田、松本、松城など、岐阜県では鉱山など、静岡県では駿府、沼津、三島など、愛知県、千葉県、埼玉県、群馬県、福岡県などに多数の 小さな組合があった。生活手段として、三味線を片手に各地を巡り、クズの箱分かれ等の説話やその土地の風俗や、出来事などを弾き語りしたり、独特の節回しを持つ、小瀬歌にして歌い語るもので、まだテレビやラジオが普及していなかった時代、新潟県内だけでなく、群馬県や東北地方など、主に豪雪地帯の存落などでの寒気に現れる、娯楽の一端であった。 明治時代から昭和の初期には多数のゴゼが新潟県を中心に活躍していた。この頃の代表的なゴゼに異兵武がいる。異兵武は開局間もない NHK に出演し、SP レコードの吹き込みを行った。第二次世界大戦後、ほとんどのゴゼは廃業後に転職したために、その数は急速に減少していった。 小林春はその中で最後まで活躍した長岡五世であった。後年、小林春は唯一の長岡五世歌伝承者として、その継承と保存に尽力した。また、春の故郷である新潟県三条市には保存会も存在し、日本の伝統芸能の一つである長岡五世歌を後世に伝承すべく、精力的に活動を続けている。高田五世は、旧、 高田氏を中心として活動を行ってきた。高田御世は親方が家を構え、弟子を養女にして自分の家で養っていった。親方は矢持と呼ばれ、明治の末に17件、昭和の初期に15件となり、これらの親方が座を作り、一番修行年数の多い親方が座元となり、高田御世たちを統率していった。昭和30年代、 高度経済成長を続ける日本で、ゴゼとその芸能は衰退していった。そんな中、杉本菊井は、杉本静、南波琴美の二人の弟子を抱えて、それでも昔の歌を聴いてやろうという村々を頼りに、細々と旅を続けていった。菊井は、若い頃から、下の者の面倒を、よく見て慕われ、組の親方たちにも信頼される、聡明なしっかりした人柄で、 たくさんのゴゼ歌を記憶している、優れたゴゼであった。1970年、杉本菊英は、国の記録作成等の措置を講ずべき、無形文化財、ゴゼ歌の保持者に認定されている。現在は、高田家ゴゼでは、小竹勇生産、小竹英子、月岡幸子らが、長岡家ゴゼでは、竹下玲子、茅森直子らが、その芸を継承し、後世に伝えるべく活動している。 ありがとうございます。